もう震災から1年半以上が経って、まあだいぶその復興っていうのが少しずつ、まあ遅いと言われながらも進み始めたっていう中で、やっぱりこう地元の産業が戻らないよねっていうのがですね、すごい私たちの問題意識としてありました。あと、じゃ企業さんがいろいろやってるねっていうふうに見たときに、企業さんもですね、地元の経済をどうにかするっていうところはなかなか手薄だったんですね。地場の産業をどうするっていうのはなかなかよくわからないっていうこともあって入り込めなかったと。じゃあそこをちょっとこうお膳立てするような場を設ければちょっと動き出すんじゃないかなというのが、まあ、そもそも、まあ、こういった機会を設けた方がいいんじゃないかって考え始めた、まあ、きっかけになります。今回、実際にやった対象は石巻の水産加工業というターゲットを絞ってテーマでやらせてもらったんですが、まず午前中現地の視察、あと今回参加する石巻の企業さんの、まあ、いくつかに視察に入らせていて、午後まるまる話し合いの場という形になりました。参加している企業さんは全部で35社、石巻側と支援する側を知り合うという時間で終わってしまいますので、それをですね、持ち帰って社内検討してもらうんですね。提案書という形でどんな支援ができるっていうのをお出しいただくことにしています。それを年内目標に出していただいて、商工会議所さんと一緒に調整させていただいて、具体的な活動プロジェクトをいくつか立ち上げていくというような形。今回の商工会議所職員として旅行長に出向させてもらってですね、まあ、こういった商工会議所単体でも絶対できないというところなので、会議所と国の機関が一緒になってやったというところの成果だと思っているので、支援される側の地域企業からすれば、その社長さんの腹の中をですね、地元の方が吸い上げてもらって、それを支援のニーズとしてですね、掘り起こしてあげて、それに対して支援側が応えるというようなところで、お互いのニーズとシーズンを深掘りするっていうことがやっぱりポイントになるのかなと思いますけどね。まあ、来年の3月までにですね、あと2つ、まあ、宮城県内で、仕掛けたいなというふうには思ってます。で、それはもう水産に限ったものではなくてですね、他のテーマ、もしくは他の地域で進めてるんですけど、まあ、いずれにしても復興庁だけでできるものではないので、地元の商工会議所さんと相談しながらどこでやるのがいいのかとかいうところをですね、今一緒に検討を進めているところです。